挑戦です。緊張はあまり感じられません。インドネシアのボーイ・アルアン。ジャッジメキシコ。さて今回のジャッジです。メキシコのホセ・メディーナ、ユーリー戦でも日本に来ております。世界戦は14回目。そしてアメリカのラリー・ハザード、こちらは前回川島 E 戦に続いてのジャッジということです。そしてもう一人アメリカのルディ・ジョーダン、世界戦は初めてと話しておりました。そしてレフェリーはフィリピンのカルロス・パディリャ。アリ・フレージャー戦をはじめアリ戦は半分以上さばいているということ。世界戦は89回というベテランです。まあ、米倉会長がバッティングの心配を昨日のルールミーティングでしたんですが、はい、自分に任せておいてくださいといった感じでね、パディリア、レフリーは言っておりました。頼りになりそうです。非常に川島選手落ち着いてるような感じがするんですけどもね。どうですか、大橋さん。そうですね、今ちょっと顔があって、川島ガッツポーズ取ったんですけど、まあ、過去の世界戦で今日は初めてですね。それだけ自信があるのか。レフェリーは採点に加わりません。採点はジャッジの3人です。両者分かれています。今ゴングが鳴りました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチが始まりました。チャンピオン川島博士、4度目の防衛戦です。さあ相手が未知の選手だけに、まず最初は偵察戦ということでしょうかね、沼さんね。やはりですね、挑戦者のアルアンですけどもね、足のスタンスがベタ足なんですよ、広いんですよ、ですからその分やはりファイターと見ていいと思いますよね、ですから自分からその積極的に攻撃はしていくと思いますよ、ですからその川島としてはですね、いやその距離感ですね、特にその中間距離を持ちながら相手そのボクシング、どういうようなそのボクシングをするかを見極めながらその攻撃した方がいいと思いますよね、アルアンが右から左を持っていきましたが、これは距離がありすぎました。なかなか謎めいてる選手だっていうので、ずっと右利きか左利きかっていうともね、そうですね、1ヶ月前に左利きだというのがね、川島陣営に分かったということで、となるとこれやはり大橋さん、川島選手はスパーリングの相手とかも非常にそこからそうですね、途中からサウスポー用に練習変えたんですけど、るわけなんですね、でもまあ、川島はもともとサウスポー、はい、右に入りました、はい、サウスポー得意としてるんで、全くその点は問題ないと思いますね。まあ、今ですね、川島が右打ったですね、やはりそのこの右の使い方ですね、右の使い方によって今のは川島が離れようとしたところ、ね、まあ、川島は気を抜かないことですね、その右の使い方ですね、それかその左の得意のそのカウンターですね、これがその相手の出花にもろに決まれば決まると思いますよ、いやね、川島選手の独特の打たれないっていうね、最大の防御を見せてほしいですよね。ここまではもうほとんどパンチをもらってないという感じですが、今日は本当打たせないで返してもらいたいという、そういう感じですよね。そのやはり止まらないで、やはりその動きながらね、相手をよく見るは大事だと思います、まあなぜかというとそれほどそのアルアンは大足がないですからね。まあ、来る前は、ね、ボクサーじゃないかという話だったんですが、来てみるとやっぱりファイターという感じですかね、野村さんね。まあ、そうですね、ただアルアンもそうですけど、その右の打ち方は決して良くないんですけども、左は今打ったですね、あのパンチはですね、そこそこそのスピードも威力もありますよね、あのパンチは要注意だと思います、それで自分からロープに詰まって、左アッパー左フックを思い切り合わせてくるんですよね。あ、なるほどね、あのパンチはちょっと川島警戒しなきゃならない、川島右を軽く入れました。おっと、また離れ際アッパーを放ちます。この辺りちょっと川島も
カットきましたか、左を持っていきましたね。冷静なんだけどダメですね。そうですね、川島らしくないですよ、はい、本当に冷静に冷静に試合を進めていく川島ですが、まあ、この第1ラウンド2回離れ際にアッパーをアルアンが持ってきました。このあたりでちょっとカットきましたか。第1ラウンドももう時間がなくなってきました。ただ川島もいつもよりもちょっとベタ足気味で、はいはい、ちょっと一発を狙ってる感じしますよね。そうですか、1ラウンドから倒そうという気持ちはあるんじゃないですか、ね、早い回早い回でという、はい、逆に裏目に出なければいいんですがどうでしょうか。第1ラウンドが終了しました。放送席大橋さん沼津さん10対10イーブンでした。さあまずは第1ラウンドが終了しましたが、大橋さん、はい、川島の動きどうですか。ちょっと力が入りすぎているという話でしたが、ちょっと力みすぎですね、まあ、いつもの川島らしくないというんですか、まあ、前回のリー戦、韓国の選手と戦った試合も少し硬さが見られて、はい、川島らしさが見れなかったので、今回もちょっとその、ね、感じが出ているので、いつもの川島らしいスピードディフェンスを生かした、はい、足を使ったボクシングやってもらいたいですね、はい。まあ、沼さん一方のアルアンなんですが、はい、当たってはいないんですがかなりパンチも出してますね。硬さがそれほど感じられないんですか。感じられないですよね、まあ、あのパンチはラフでちょっと大振りなんですけどもね、ああいうのはそのパンチというのは意外と川島室さんは持ってますからね、注意しなきゃいけないですね。十分に気をつけなくてはいけない、はいはい。言うてもやっぱりランキングのね、はい、1位から10位までの選手とほとんど変わりはないんですよね。ですよね、大橋さんね、でまあこういった変則タイプな、はい、あのこう世界的な選手というのは川島初めて迎えるんですよね。あ、なるほどね。川島こうどう対処するか、はい、まあ、それも見どころですよね、まあ、これまでのブエノサラサールというのは技巧派で、この前のイもね、まあ、普通のオーソドックスな感じでした。パンチはありましたが、これだけ変則のボクサーと世界戦で戦うのは初めてということになります。大きな右でしたね。1回転しました。あれもね、空振りしたのがいいですけど、あれ当たったら怖いですね、やっぱり。くっつくと必ずね頭を持ってきますから、バッティングやはり注意しなきゃいけないですね。はい、右のボディです。この辺りのパンチ、川島の得意のところ、頭を持ってきますね。どうも川島やりにくいといった感じは見受けられます。でも今見せたボディブローはね、はい、あの公開練習でも見せてましたけど、そうですね、あれはもう本当に有効なパンチだと思いますよ。あのボディっていうのは本当に効くんですよね。実際やってみると分かります。自分でやってみて初めて分かりましたね。足が止まってしまいますもんね。あれは打たれないと分からないですよね。分からないですよね。どうもバッティングの注意が与えられて、まあ、今両者にこう注意みたいな感じになりましたけれども、まあ、先にね、アランがやはり持っていってますよね、さあ左から右です。細かいパンチ、そしてボディから、です、ね、この辺りのコンビネーションが出れば川島のものか。あー、左、これはダメです、ダメです、ダメです。これは本当ラフですね。入ったところ打ったんですけども、これはいけません。分けたところで左を持っていきました。思わずパンチをもらって倒れてしまいました川島。いやいや、今のね、パンチヒヤッとしたですよね、はい、あれでもちょっと効いたんじゃないですかね。効いてますかね、ちょっと効いたか分かんないですね。後半に影響しなければいいんですが、レフェリーが分けた後にアルアンがパンチを持ってきました。でもアルアンああいうことばっかりやってますね今日 ね、1ラウンド2ラウンドと、まあ、まともにやったんじゃ川島に勝てないと思ってますので、左画面からボディ、そして左行くか。しかしアルアンも前に出てくる、頭を持ってきて前へ出てきます。この辺りが川島やりにくそうです。やっぱり予想以上にやりにくそうですね。そんな感じですね、大熊さん、はい、特にねチャンピオンサイドのセコンドも、そのアルアンの頭、バッティングに対してはね非常に大きな声で今クレームをつけているような感じですね、そうですね、まあ、どうしても頭から入ってくると自分の打つタイミングが合わないんですよね、そうなっちゃいますから、はい、これはい、ボディからが引いたですね、引いたですね、左フック画面を捉えました、右フックですね、引いたのは、はい、右フック、ここから持っていくのか。ここで第2ラウンドの終了後になりました。川島がちょっと相手を挑発しておりますが、ちょっとカットきておりますか。珍しく怒ってますね。はい、終了しました。第2ラウンドは放送席の採点ではお二人とも10対9と川島が取っております。まあ、どうもアルアンとやりにくいといった感じの川島、このパンチですね、ミニフックですね、これちょっとあの足に来たですね、はい、これです、はい、そうですね、ボディから顔面に返しました。あっと、また押してくる、おっとっと、この辺り川島でも気は抜かないことですね、はい、気を抜いたところにパンチをもらうとね、本当に想像以上に効くんですよね、はい、パンチは構えてないところにね来てしまうと、まあ、アルアンとしてはね、先方としては
いやそのボクシングするとやはり負けちゃいますから、どうしてもそのはい右から右を持ってきましたファイト、はい、インファイトを狙ってますからね、このあたり、川島はやはりその誘いに乗らないってことですよね。あと一発ジャブで当てといてその後川島君の得意のコンビネーションを持っていってもらったら面白い展開見れるんですよね。そうですね、ちょっと川島君、また離れがジャブが当たりにくいですよね。まあ、大橋さんもポイントで右を、ね、どれだけうまく使えるかという話をされてましたけども、どうですかここまでご覧になって。ちょっと右のジャブはちょっとほとんど出てないですね。もういきなり右のボディ、右フック打っていってるん で右のボディ打っていくところにアルアンの頭が当たっちゃってるんですね。まあ、川島としてはですね、右のジャブ右ストレート出せないですよ、はい、なぜかと言いますとアルアンがですね、その出すとき、いわゆるその左のクロスですね、合わせてますから、なるほど、ですから、はいはい、川島顎の当たりにパンチを入れます、はい、最後のパンチ左顔面聞いてます、右のパンチが入っています。さあ一気にいくか、第3ラウンド変わったか、いけるいける、左ですね、ダウンです、まあ、連打からですね、左が効いたんですね、左のパンチですよ、ショートの相当ダメージありますね、どうですか、でも川島らしくないというか、さあ一気ですね、一気にかかった、連打打っている、決まりましょう、足に来てますよ、さあ効いたKO防衛です。4度目の防衛戦、見事な KO 防衛でした。大久保さん、これなら文句なしの KO ですよね、これなら川島君のちょっと地味なイメージが一気に派手な KO のイメージになりますよね、それも非常に早い第3ラウンドで一気に行きました。なんか今までとは一味違う川島ひろしを見せてくれたという感じがしましたね。素晴らしいね、練習ぐらいだったですね、特にそのショートの左が良かったですよ、いや僕は KO になっても終盤に KO になるんじゃないかなと思ったんですけどね、しかしあのショートの連打ってすごい勢いありますよね、なんかパンチが追い切れないといった感じで、もうどん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 パンチを繰り出して、ボイヤルはもうおいっていう感じになってしまいましたね。正式 KO タイムはでもこれだけ喜んでいる川島というのも大橋さん、ね、初めて見ますね。あのチャンピオンになった時より喜んでますね、まあ、世界戦で初めてその KO 勝ちですから、嬉しいでしょうね、はい、本当に。正式 KO タイムが入ってきました。第3ラウンド1分57秒 TKO レフェリーが2回目のダウンの時に止めました。3ラウンド1分57秒見事な川島ひろし TKO 勝ちを収めております。まあ、アルアンは残念ながらいろんな手を尽くしてきたんですが及ばなかったという感じでした。リング上では現在表彰式が行われております。保坂誠日本ボクシングコミッショナーから認定証が渡されようとしておりますが、もう腰にはすでにチャンピオンベルトが巻かれております。しかしあの川島選手また一段と強くなったという感じがしますよね、今日の試合見てると、まあ、第1ラウンド第2ラウンドこのアルアンのね、なんていうんですか、本当に変則なボクシングに戸惑ってるのかなという感じではなかったですね。それを逆になんとかやっつけてやろうという感じで、まあ、あの1ラウンド硬さはあったんですけどね、徐々にそのほぐれていき、2ラウンドですか、右フックでダウンを当てたということで、かなりそのリラックスでこれでいけるというような、ね、感じで入る3ラウンド出ていったんですよね、まあ、逆にそれが功を奏したということでしょうね、勝ちました川島には勝利者賞として日刊スポーツ新聞社テレビ朝日からそれぞれ、盾とトロフィーが贈られたところでございますが、いやこれが1回目のダウンを奪った連打、本当に思い切り最後の一発はこの野郎といった感じで打っていきましたがね、川島選手珍しいですよね、ああいう風にこの野郎っていう感じで打っていくのっていうのはね、この後インタビュー楽しみなんですが、一旦コマーシャルをご覧いただこうと思います。